どうも、桜井徹です。ブラッドボーン実況、続きをプレイしていきたいと思います。前回までは、新しいエリアに入りまして、オドン教会の先にちょっと進んで、新たな敵、すごい大きいやつとかね、戦いつつ、ここまでたどり着きました。あの扉の向こうにまた新しい世界が待っているだろうということで、獣狩りの続きだ、行くぜ。早速開けようね。これより捨てられた町、獣狩り不要、引き返せ。はん、そういうわけにはいかないからね、開けようね。よし、旧市街だ。アリウだよ、警告は読まなかったのか。ほう、引き返したまえ。旧市街は獣の町、焼き捨てられた後ただこもって生きているだけ。上の人々に何の被害があろうものか、引き返したまえ。さもなくば我々が君を狩るだろう。引き返せって言われてもね、上にもう道がないから押し通る。警告してくれたのは優しいんだろうけどね。すまないな、私もね、後がないんだ。なんだ、新しい敵だな。おなるほど、これでどうだ。関係ない。明るさにひるんだとかじゃないんだ。ファイヤー、なんかいたけど、どっか行っちゃった。あ、いや、行けるぞ。おい、3つももらえた、ありがたい。あ、なんかアイテムをくれる。あこれ取れないね。また後で行こう。これこの下でいいのかな。よいしょ、うー、いけたぞ。こっちは進めない、だからこっちだね。落ちないでね、落ちないでよ。 OK、 ここは何もないな。よし、進んでいこう。こっちじゃないよな。向こうに飛び移るとかではなさそうだから、こっちに行こう。あ、敵さんがいますね。先手必勝。うわ、 OK、 もう一体いた。ため攻撃、うわ、よし。おお、この上のマークって毒のマークだよね。何発か食らったら多分発症するんだろうな。気をつけよう。獣狩りの松明、おお、なんだ、今持ってるのとは違うのか。あ、ちょっと炎攻撃の威力が増す。ありがたい。よし、じゃあどこに進めばいいのかな。こっちじゃない、ここでもないな。ここか、いや、ここさっき入ったな。あれ、どうすりゃいいんだろう。やっぱりこちらです。本当です。あ、けど下歩いてる映像が見えたな。もうちょっとだけ探索させて。不安だからさ、落ちて死んだら嫌やん。あ、ちなみに前回の放送終わるときに、結構な血の石の量があったので、放送前に体力と筋力と持久力を上げました。なので今ポイントは少ないです。じゃあもう何もなさそうだな、ここ行くか。ほりゃ、おお、やはり乗れたな。家を見る。うん、君はどうやって死んだんだ。そっか。あー、なるほどね。今度真下に落ちればいいのに。この子はあれだね、柵の外に出ちゃったんだ。
オッケー、同じ鉄は踏まないぞ。ここだ。おら。あ、見といてよかった。なるほどね、この先に落ちちゃったんだね。うん、疑心暗鬼になるわ、あんな死に方したら。あ、こちら側からは開かない。さて、じゃあ、おお、上がれるね。じゃあこっち行こう。うんうん、はしごだな。よし、登るぞ。いやー、しかし、あの、他のプレイヤーの死に様って参考になるな。不安な時にあったらね、とりあえず見ようってなるな。よいしょ、オッケー、戻ってきたぞ。お、じゃあね、めんどくさいけどね、ここ取ろう。よいしょ、んで降りるんだろ。オッケー、ふっ、はい、オッケー、ほっ、よっ、よしよしよし、いいぞいいぞ。で、あとは戻りゃいいだけだな。うんうん、アイテム回収も完了だ。じゃあ先進もうか。よいしょ、あ、結構長いな、ここのはしごはな。こっち側見てないな。何もない。 OK、ここだね、ここ進もう。敵がいそうだな。このもやが、おっ、ファイヤー、おー、2匹はちょっと知らなかった。んで、うい、うや、一体は倒した。おい、怯えてるな。炎攻撃、先に手を出させてもらった。こっち見てみこっか。お、アイテムゲット。すごいオブジェだな、まがまがしい。手枷とかされてるね。だって他に何があるかな。あ、今気づいた、これ貼り付けされてるのさっき俺が倒してた敵だね。やっぱ獣狩りをやってる人はいるんだ。毒にはなりたくない。助かった。お、強化の結晶石、またなんか違う形のが手に入ったな。毒を解毒するアイテムとかってやっぱあるんだろうね。それ手に入れたいな、用心のために。お、あそこに敵がいるぞ。良い狩人だな。管理するのは人事だ。人を良い狩人だ。むっとそりゃ良い狩人って褒められちゃったよ。まとまった敵はな、回転攻撃が一番強い。よし、かろうじて毒にもならず倒せたね、ありがたい。 OK、 進んでいこうか。壊れないね。だからこそ、うん、私は気候を絡めば。おお、痛い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 。あー、びっくりした。あそこか。あー、よくもやってくれたな。あー、どうしようか。あー、とりあえずそっちは進めそういないからこっち行こう。おぼぼ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 ぼ。あー、ガトリングガンとは卑怯な。よし、パパパパパパ、オッケ
おっと敵がいるな。ほらおいで、よいしょ、もう一丁。大事、アイテムゲット。他にいないか。お、白い丸薬ゲット。もしかして白い丸薬があれかな、毒を解除で、あ、毒を治療する小さな丸薬あるやないですか。よし、これでいつ毒まみれになっても大丈夫だ。アイテムゲット。結構血石のかけらが手に入るね。嬉しいな。こっち進んでいこうか。あ、敵がいますね。あっぱ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 。ここへ攻撃してくるってことだから急いで移動した方がいいね。ほんとなんかすごい威力だな。こっち行ってみよう。おっ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 、あ、カラスさん、カラスさんの居住地でしたか。ああ、お邪魔します、お邪魔します。ないないそんな追い出さないで。こいつ生きてるな。はい、お邪魔します。カラスもここに避難してたのかな、撃たれるから。お、アイテムゲット。あっ、うー、ほんと、もうあれだな、すごい目ざといぐらいに撃ってくるな。オッケー、お、よいしょ、オッケー、倒した。あ、今敵の姿が見えたね。よし、待ってろよ、今行ってやるからな。おお、なんか大きくない、あなた。強攻撃、もう一丁。うん、外したね。ハハハハ、甘い。こっちから出てきたのか、びっくりしたな。お、なんか特殊なのを手に入れたな。これは白い丸薬、ありがたい。あっ、うわ、痛い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 。うん、まあそこでも撃ってくるか。じゃあ奥に行かなきゃいけないってことね。オッケー、ザヤ、あ、毒になるのは嫌だ。回復、挟まれた、やばい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 。うう、よし、パタン、燃えなさい。なんかすごい泥仕合してるな。彼がな、ちょいちょい怯えるんだよな。その炎に怯えてるのか、はたまた私のオーラに怯えてるのかわかんないけど、それがな、ちょっと攻撃を当てづらくしてる。はあ、よかった。ああ、結晶石ゲット。ここは開かないね。開いた。開いた、痛い。ああ、そっか、上には上がいるんだね。上には上がいるって言葉の使い方間違ったけど。まあある意味では合ってるか。上にはね、敵がいる。よし、アイテム取って隠れる。なんで彼らは撃たないの、お兄さん。ほら、敵いるよ。よし、こっちだ。
そうそう。私はこのね、安全なエリアでしか戦わないから。よいしょ、もう一丁。オッケー。さあ進んでいくか。ちょっと回復しとこうね。こっち、何の音？すごいなんかうなってるよね。すごい音がしてるな。あいつはなんだ？ヒューマンだな。もう一人の獣狩りか。オッケー。じゃあ銃で勝負だ。おいおい、どうした？まあ、ヒューマンって多分 NPC の獣狩りの人だね。やっぱりなんかちょいちょい賢いよね。賢く作られてんだろうな。そっちには行かないぞ。だって上にいるだろ。ほらほら、こっちで戦おうぜ。なあなあ、危ない。私の勝ちだ。同じタイミングでため攻撃をしたな。ここだ。ああ違った。おいおい、どうしてもそっちのフィールドに持ち込みたいんだね。ほらほら、ここまで来てあげてる。叩き落としたの。よし、あと一発だな。あと一発。うそ、回復すんの。やるな。じゃあ俺も回復する。ほらほら、この血で血で争うぞ。血で血で血で血を洗うだな。よいしょ、雨攻撃もう一丁。回復させないぞ、私は回復させないぞ。ほら、よし。なんてせこい。いや、勝った者が勝ね、勝った者が官軍。よし、行こう。ただなんかアイテムとかは特に落とさないんだね。はぁ、お、ここってあれだよね、上つながってんじゃないの、あのね、いちいち撃ってきた人にとこに通じてるんじゃなかったっけかな。じゃあ挑んでみるか。あ、やっぱりね、すごい塔の上を目指してるよね。おい、来たぞ。おう、速攻かい。すっごくない？おう、やばいな。なんかこの人の武器すごい射程が短いな。うわ、これがすごい。よし、オッケー。もう一発ぐらいやりたいな。やり返された。落ちた。ああ、
すまないな。まあ地の利を生かすのもまた戦い。ああしかしアイテムも何も手に入らなかった。悲しい。まあまあまあポイントは手に入ったからね、よしとしよう。そしてあのうるさいのもなくなったから、オッケー。こっち、あ、なんか降りれそうね。よし、お邪魔します、お邪魔します、お邪魔します。オッケー。ふう、危なかった。何があるかな。特になんかすごい空間だね。うん、これは怖い。そうだな、ここに降りよう。ほっ、よし、いいぞいいぞ。なんかすごい叫んでるね。あ、一個下に落ちちゃったか。すごい量の敵がいる気がするな。どうしよっかな。よし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 。じゃあここは降りれなさそうなので一旦戻る。ふう、しかしあのハンターじゃない狩人たちを倒せたのは嬉しいな。よし、じゃあ時間がちょうどいいのでここで一旦区切りたいと思います。またね、次回あの奥、さっきすんごいいっぱいいたであろうところとか探索していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよければ続きもご覧ください。ではでは。